今格別のテーマにつきまして、2人の立候補者の方から、意見表明をしていただきましたけれども、これからしばらく時間をいただきまして、立候補者間の討論を行いたいと思います。これまで出ていたテーマについての、質問でも結構ですし、また他の姿勢課題を取り上げていただいても結構です。基本的に各自、2回質問及び答弁を行っていただきますが、それぞれ質問者は1分、答弁者は2分で内容をいたします。それでは西澤さんから質問をお願いいたします。はい、これから非常に私は重要になってくるのは財政問題ではないかというふうに思っています。これどういうことかというと、いろんな事業をするにしても財政の裏付けがなければできない。もうすでに日本では1000兆円近い借金があるわけですから、これをどうするかというのは本当に緊急の課題であります。一方で東近江市も随分私は財政絞って、しっかりと体質を改善してきたと思っていますけれども、平成32年いわゆる財政の崖にならないようにするためにどのようなことをお考えなのかお聞かせください。はい、それでは皆さんご同意をお願いいたします。先ほども行財政計画のところで申し上げましたように、私自身もその予算の策定段階で本当に絞らなきゃいけない、涙を飲んで捨ててしまった事業というのはいっぱいございます。要するに最小費用で最大効果をいかに出すかということ、それと基本的にですね、もうキャパは決まっております。で、合併特例債本当になくなってしまいます。じゃあその後どうするのというそのプレリュードも含めましてですね、今こそいわゆる税収の伸びを図らないといけないんです。そのためにどう税収を増やす手法を考えるか、だから先ほど来申し上げておりますように、インフラとしてのインターであるとかトンネルとかそういったものがどんどんできており、さらに地盤もいい、だからそういう意味では企業率としては大変良好なところでございます。さらに、幸いなことに今回政権交代がありました。幸いと申しますのは、やはりきちっとした、資本主義経済が機能しだすんじゃないか、そういう中で、自民党と申し上げてしまうと具合が悪いんですが、そういった保守政権がきちっとしたものとして機能しますのであれば、私もその県あるいは国を通じてできる限り国から金を引っ張ってこれるという自信も持っておりますし、企業もそういった引っ張るトップのセールスとして実施したいなというふうに考えています。これでもって税収を測って初めて積極行政ができるというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では代わりまして小川さん、ご質問をお願いいたします。私はですね、現市長が、4年前の選挙で、マニフェストの中に、ケーブルテレビですか、ケーブルネットワーク事業、そして布引運動公園は無駄であるというふうに主張されておったと思うんですが、今その2つについてはどうお考えなのかということと、それと人件費、先ほど2割カットとおっしゃいましたけれども、中身を見てみますと正職員プラスかなりその臨職の方がいらっしゃいます。そういう意味では人件費はなくなったけれども、臨職の計上としては物件費が計上されておりますので、実質その実質人件費が減ったということは若干問題があるのではないか、それをちょっとご説明いただきたいなと思います。はい、それでは石澤さんご答弁をお願いします。ケーブルテレビにつきましては、これは合併後に行われたものでございます。その時に私はどちらがいいのか、ケーブルテレビをするのがいいのか、しないのがいいのかと問われた時には、しない方がこれを50億円も使うことに対してどうなのかということを申し上げたものでございます。それから布引運動公園もやはりこれは30億円近くかかっておりまして、なぜ妖怪地ばっかりそうなるんやという話も含めて、中だけで批判があった。作ることに対して、それはお金があれば作ればいいんですけれども、これも30億円も費用のかかったことでありますので、
こうしたことについて作るときにもっともっと慎重に議論をするべきではないかというふうに申し上げてきました。したがって4年前の時にこのことに対する疑問はあったとしてもそれをなくせるというふうなマニフェストは作っていません。したがって私は今もうある以上いかに黒字体質にしていただくか、そして布引き運動公園についてはどうこれを利用して積極的に利用していただくかをやはり図っていく必要があるというふうに思っています。そして人件費につきましては、これは正規職員を2割ぐらい減ったということと同時に、さまざまな手当もですね、カットをして人件費については減らしました。しかし、管理経費、これについては、非常勤の職員だけでなく、やはり公の施設の開発等がまだ道半ばであります。そういった効果が出てこないとなかなかこれらの管理経費を削減することができないので、これは私のこれからのテーマだというふうに思っています。はい、ありがとうございました。それでは西澤さん、ご質問をお願いします。病院の関係ですけれども、お医者さんをしっかりと確保できるというふうにおっしゃったような気がいたします。どういう根拠でもって、どういう形で、勤務医をこれからですね、例えば確保しようと思っておられるのか、それについて少し具体的なお話をお聞かせいただければ幸いです。はい、それではご答弁をお願いいたします。かつ前実例の中で、これを一つの個別の案件を全体に変化するということはいたしませんが、先ほど市長が市外内に頼るとおっしゃいました。これ私はですね、この市外内だけに頼るのは大変ちょっと危険かなという、実はそういうふうに思います。したがいまして、府立医大であるとか京都大学であるとか、やっぱりそういった間口を広げた形でですね、やはり東海の医療のレベルを上げていただかないといかんだろうなというのは、基本的には私はそういう考えにしております。それと医師確保につきましては、実はお医者さんというのは人の命を本当に守るため、健康を助長するために真剣にやっておられまして、実は某病院でですね、私立の看護師さんがですね、大変そのお医者さんに対してですね、もうこの人はなかなか受け入れられない、受け入れないでくれっていう、そういう実例がいくつか私実は聞いております。従いまして、看護師さんの体質を改善すれば、私はお医者さんによって居心地のいい、やりがいのある病院になるわけでございますから、まずその定着していただくということと、さらに私は私も個人的にお医者さん、たくさん友達におりますし、人間関係でもって引っ張ってくるというふうに今の時点では申し上げておきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。では続いて小倉さん、ご質問をお願いいたします。はい、ちょっと非常にローカルな話になって恐縮なんですけど、先ほど申し上げました鈴鹿山脈を通るトンネルを本当に効果的なものにするために、エーゲンジダムの周辺道路を本当に何とかしないとね、本当に産業 の進行につながらない。で、市長 そのちょっと先般何だかな、ニュースで見たんですけれども、エーゲンジのダムの左岸道路を5年以内に整備完了すると書かれておきたいような気がするんですが、私の聞くところによると10年ぐらいかかるんじゃないかなというふうに聞いておるんですけど、この5年の根拠についてちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これこそですね、私は国土強靭計画の中でもしっかりとこのことを訴えていくということがまず重要であるというふうに思っています。合わせて、昨年度滋賀県は道路事業に対して非常に財源が少なかった、国の支援が少なかったんですが、幸いにしてこの国道421号だけはですね、滋賀県もですね、ずっと続けて工事をしているということの中で、これは近い遅れることなく
これを工事をしていただいています。もう2年すると鮫子谷が完成の橋が完成し、その後鮫のバイパスが完成していくということの中で、具体的にさまざまな事業が進められています。こうしたことも含めてですね、しっかりとこれからこのダムサイトの道路についてはですね、建設が進められる。そしてこのことについてこそ県と県知事と一緒になってですね、国に対してこれを申し上げていかなければならないと思っておりますので、まあ、こういった部分についてはですね、積極的にすることと、現時点でもやはり最優先で県がこの421号の左岸道路、ダム左岸道路については実施しているということを申し添えておきたいと思います。はい、ありがとうございました。かなり予定していた時間よりも早くですね、進んでしまいましたので、もう少し議論をですね、続けさせていただいてよろしいでしょうか。いいことになってきた。いや、もう少しですね、あと10分余りですね、時間いただいて、